損傷して交戦中のドイツ駆逐艦戦没した Z11、ベルントホン・アルニムの艦首、第二次、ナルビク海戦は、第二次世界大戦中の海戦の一つ。ナルビクのあるノルウェーのオフォートフィヨルドで、戦艦、ウォースパイトを中心とするイギリス艦隊が、ドイツ軍、ナルビク攻略部隊の駆逐艦を攻撃し全滅させた。1940年4月、ドイツ軍は、 ベーザー演習作戦を発動し、なるべく攻略部隊は、ボンテ大将が指揮する三国逐隊の駆逐関係10隻に、エデュアルド・ディートル少将の第3三三学兵士団第139連隊を分譲させ、4月9日未明にオフォートフィヨルドに侵入し、ノルウェー海軍の解剖戦艦2隻を撃沈し、陸兵を上陸させて、なるべくを占領した。10日未明、 イギリス海軍の駆逐艦5隻がオホトフィオルドに侵入しドイツ駆逐艦に奇襲攻撃をかけた。この第一次、なるびく海戦でイギリス側は駆逐艦2隻が沈没し、3隻は脱出したが1隻は大破だった。ドイツ側はボンテ大将が戦死したので、最先人の倍中佐が残存艦の指揮を取ることになったが、彼が4月10日午後に、 海軍総司令部に報告した状況は以下の通りであった。不幸中の幸いといえば、輸送船のヤンベレンは無事に生き残ったので、前日と同じようにスローペースでの給油は可能であった。4月10日夕国に給油が終了するのは、ボルフガングチェンカートエイリッヒギーゼの2隻の見込みであった。しかし、残存駆逐艦はいずれも弾薬も不足していたが、この補給の目処は、 立っっていなかった当時、ドイツ海軍の駆逐艦は、なるびくにいた10隻を含めても全部で22隻だったので、倍中佐の報告に、海軍西部司令部は衝撃を受けた。そこで、現地の指揮官に裁量を委ねるのが通例であったが、西部司令部は、4月10日1720時に、倍中佐に、旧譲りのボルフガングツェンガートエイリッヒギーゼと共に、その夜脱出して、 ドイツへ向かうよう指令した。二隻の駆逐艦は2040時にナルビク港を出てオフォートフィヨルドからベストフィヨルドを南へ進み始めたが、三隻の艦影を約7000メートルの距離で発見し、そのうち一隻は巡洋艦と判定した。このため、バイ中佐は脱出を諦め、二隻の駆逐艦はナルビクへ引き返した。 4月12日午後、空母フューリアスから発進した爆走のソードフィッシュ9機が、フィヨルド内のドイツ艦船攻撃を行ったが、戦果なしで2機損失、1機着艦時大破だった。イギリス側では、少なくとも2、3隻の U ボートがいるであろうと、推測していたので、回避行動も、ままならない、オフォートフィヨルドに戦艦を投入するには慎重意見も、あったが、戦艦。 ウォースパイトを投入することになり、巡洋戦艦レナウンザ城のウィリアム・ジェイ・ホイットワース中将は13日2時に司令部を戦艦ウォースパイトに移した。レナウンはレパルスと共に30ノット近く出せる2隻しかいない巡洋戦艦で貴重であり、投入はしないことになった。一方、ドイツ海軍情報部は無線防受により戦艦を含むイギリス艦隊が13日に 進行してくる見込みであることを12日にバイチューサーに連絡した。4月13日7時30分、イギリス艦隊はオフォートフィヨルドへの入り口のあるベストフィヨルドに集結し、フィヨルド内へ侵入を開始した。11時52分、オフォートフィヨルド入り口のバロイ島の西8トルの地点で戦艦ウォースパイトはソードフィッシュを発進させ偵察に向かわせた。 ソードフィッシュはフィヨルド内を偵察してドイツ駆逐艦の位置を報告した。また、停泊中の U ボートを発見して攻撃した。この U ボートは U-64 で爆弾の命中により沈没した。第1次、なるびく海戦と第2次、なるびく海戦での沈没艦の位置12時34分、ドイツ駆逐艦ヘルマン・キュンネがイギリス艦隊を発見した。ヘルマン・キュンネは フィヨルドの奥へ後退しつつ、イギリスの駆逐艦と交戦した。ヘルマン・キュンネからの警報を受けて、ナルビク港から駆逐艦、ハンス・リューデマン、ボルフガングゼンカー、ベルント・ホー・ガルニムの3隻が出航し、イギリス艦隊との戦闘が開始された。だが、両軍とも命中弾を得られなかった。13時12分、デュープビク湾の場所まで侵入した。 イギリスの駆逐艦ベドウィンとエスキモーはそこにいたドイツの駆逐艦エイリッヒ・ケルナーを攻撃した。第一次、なるべくを機械戦後に座礁して損傷していた。エイリッヒ・ケルナーはそこでイギリス艦隊を待ち伏せしようとしていたが、すでにソードフィッシュによって発見されていた。集中攻撃を受けたエイリッヒ・ケルナーは最後は戦艦ボースパイトの砲撃で撃沈された。ドイツ側は 駆逐艦、ゲオルクティールが加わり戦闘が続いた。13時50分、ドイツ側の指揮官エディヒヒバイ中佐は、ロンバックスフィオルドへの交代を命じた。だが、駆逐艦エスキモーに追跡された、駆逐艦ヘルマン・キュンネは、ヘルヤングス・フィオルドの方へ退却し、トロイ・ユドビクで海岸に乗り上げた。ヘルマン・キュンネは、最終的に駆逐艦、エスキモーの魚雷で破壊された。また、 これまでの戦闘で、駆逐艦ハンジャビも多数の命中弾を受け一時的に航行不能となった。この時になって、ようやく駆逐艦エイリヒギーゼが出航してきたが、イギリス艦隊の集中攻撃を受けて撃沈された。また、第一次、なるびく海戦で受けた損傷で航行不能となり、なるびく港で停泊していた駆逐艦ディーターホンレーダーも駆逐艦コサック、 フォックスハウンド、キンバリーとの交戦で大破炎上し乗員によって爆破されたが、イギリス側も駆逐艦コサックが大きな被害を受け海岸に乗り上げた。イギリス艦隊はドイツ駆逐艦を追撃してロンバクフフィヨルドへと侵入していった。駆逐艦、デオルクティーレの発射した魚雷のうち1本が駆逐艦エスキモーに命中し大破させたが、 最終的にドイツ駆逐艦は4隻とも自沈した。艦首を失ったイギリスの駆逐艦 S 機も、煙を上げるドイツの駆逐艦 Z19 ヘルマンキュンネ。第1次なるびく海戦と第2次なるびく海戦の結果、ドイツ軍なるびく攻略部隊の駆逐艦10隻は全滅した。生き残った駆逐艦乗員約2600名は陸に上がり、 ノルウェー軍の武器弾薬貯蔵庫から押収した、制服、武器、弾薬を装備して、海軍不評となり、ディートル中将の参加で、山岳兵と共に、地上戦を戦うことになった。戦艦、ウォースパイトを中心とするイギリス艦隊は、4月24日に、再びフィヨルド内へ侵入し、ナルビクを砲撃した。連合軍は5月28日に、ナルビクを奪回したが、 6月8日には撤退し、なるべくは再び、ドイツ軍に占領された。ABC ルンデ2009、8ビーチヘッドカンサーリデシャンセカンドネイバル、バトル。ありがとうございます。